雨っぽいので皆さんも気をつけてください。なんか前髪重くなった気がする。私今日朝来たらもう髪がバッサバサでさ、いやなぁ、バッサバサ。今日は何の髪型にしましょうか。なんかサマステの時にクラゲしよっかなとか勝手に思ってるんよ。なんかさ、最近さ、こういうリップつけてなかったかな、なんか新鮮。でもさ、基本的にリップってさ、すっぴんにリップはさ、結構さ、私合わないの。だってさ、化粧したらさ、肌白くなって、白くなって、それでよりなんか似合うって感じだから。このさ、すっぴんの状態でさ、つけてもさ、私似合わないんだよね。ったことだ。そう、メイクした状態でこれにしようって決めるから、これは結構ピンク。いろんなリップ欲しいよね。なんか今は結構なんかちょっとオレンジ味のかかった濃い赤みたいな感じの色で、まあ簡単に言えば、なんだろう、なんだろうね、まあオレンジ系なの。簡単に言えばって、私から言えば簡単に言えばなんだけど、多分みんなからしたらわかんないブルベとイエベとかで、今つけてるのはちょっとイエベっぽい感じで、これはブルベっぽい感じのなんだけど、今日この服着たお兄ちゃんにいいやんって、いいやって、なんかこういうのが好きらしい。やっぱおしゃれすぎはね、欲しいよね。レッスン着ね、かわいいレッスン着やりたい。10時になったら終わります。そう、なんかやっぱ可愛いレッスン着の方がテンション上がる。いつも T シャツにズボンとかさ、ちょっとダサいなって。
まあこれは結構いい感じ。これはなんかポイント、ここにさくらんぼがあることです。がかわいいです。なんかめっちゃなんか話そうと思ってたんだけど、なんだったっけな、なんか話そうと思ってたんだよね私。なんだったっけ、遡ったら分かったりするんだよねこういうの。わかんないわ。忘れちゃった。忘れちゃった、めっちゃ。忘れたので、もうなかったことにしちゃいましょう。なんだろうね。なんだっけ。なんか私いつもね、こういうのある人なんよ。なんか何かしに行ったのにその何かを忘れたみたいなさ、あるじゃん。みんなは、みんなもあるじゃん多分そういうことって。私いつも例えばこの部屋に行った時に、あ、冷蔵庫になんかこれ取りに行こうと思ってあっち行くじゃん。何しにここ来たっけって思いながらここ戻るじゃん。でここ戻った瞬間思い出すの。でもあっち行ったらまた忘れちゃうの。やばいよね。ここに戻ってきた瞬間忘れちゃうんだけど、そう、あっち行ったらこそう、また思い出す。でもあっち行ったら忘れちゃうの。あるあるだよね結構これは。13日はバタドララスト行くよって。そう、私は13日が、13日がそもそも千秋楽なのだけど、13日の昼公演が私の、そう、千秋楽には出られず、千秋楽には出られず、あのお昼の方に、千秋楽の1個前の昼の方に出させていただくことになりましたので、そうなのです。頑張りましょうか。いろいろパジマドラ、そうなんだよね。でも多分ね、みんなを出させたいからね、13日ぜひお越しくださいませ。そう、私にとっての千秋楽が13日のお昼なので、そうなのです。で最近はないよね。なんか前は結構あったかな、パジャドラ千秋楽。逆上がりもたくさんね出られるように頑張ります。クリナが着替え場隣で藤子ここで久しぶりじゃないって普通に話しようって言ってたよ。どういうこと？クリナさん、あ、そうだよね。でもさ、やっぱあれだよね、生誕とか結構大事なイベントっていうか公演してるって結構詰まってるから。だってさ、目撃者もさ、もう30日か5回連続ぐらいでさ、ずっと生誕じゃん。やばくない？ 5 回連続生誕なんだよ。でもさ、みんなさ多分もうそう、当日券とか2時とかで来るじゃん、そっち行きたいから。連勤とかもあるしさ、生誕祭もあるしさ、
そうね、大変。来れる範囲でお越しくださいませ。なんか、あ、思い出した思い出した、待って、思い出した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 、言いたかったこと、マジしょうもない、しょうもなくさすぎるけどさ、待って、思い出したあー、思い出した思い出した、よかった、思い出して。なんか、そう、なんか私ね、最近思ってたことがあって、その最近思うのが、人をこうやって写真撮るじゃん、一緒撮ろうって言って、なんかその時になんか距離を感じるの。なんか、なんか全然仲いいのに、写真撮る時にこうやって謎の距離があるから、なんか仲良さそうに見えないの。そう、なんかみんな写真撮るってなったらさ、バッチバチに顔とか決めるじゃん、やっぱり自分の盛り角度がここでとか、そういうのがあるから、みんなバッチバチに決めるじゃん。なんかそれってツーショットでそれいらなくないって最近思うようになってきて、なんかそう、なんかその一人のショットとかだったらバチバチに決めてもいいけど、なんかツーショットって、私はなんかその仲良く見えないのが嫌だったの。その自分が漏れる角度を優先させるがゆえに、そうさせるがゆえに、なんかその仲良くなさそうな感じが嫌だ、嫌だとね、最近ずっと。そう、なんかさ、わかる、なんかわかるかな。そう、でもなんかめっちゃ、なんか私は仲良さそうな写真を撮りたいけど、多分みんなその大して気にしてはないと思うのね、絶対に。けどなんか私はもっと仲良さそう、いいから、もっと仲良さそうに写真を撮りたいの。そうっていうことを考えて、どうやったら仲良さそうに見えるのかみたいな、どうやったら仲良さそうに写真を撮って、写真、どうやってツーショット撮るときに写真、ん？どうやってツーショット、ツーショット撮るときにどうやったら仲良さそうに見えるかみたいな。そう、もうなんかいつもはこうあってここにいるみたいな。だからそれだったらなんかちょっと仲良さそうには見えないの。で、私はどうやったら仲良さそうに見えるんだろうって思って。そう、その時に私は思ったのは、こうやって腕を組むんです。こうやって腕を組んで、そのポーズみたいな、それが、あの、それは仲良さそうに見えるかなって思ってるんですよ、私的には。多分ね、ちょっと待って見てみよう。そう、腕を組むことによって仲が良さそうに見えるの、多分だけど、多分多分、なんか私って多分あんまり、そう、なんか腕組んだら距離が近くなるから、その分、距離が近くなるから、その分なんか、あの、仲良さそうに見えるかなって。多分写真を撮るときの距離感が大事なんだと思う、その仲良く 見させるための。そう、私はだから最近意識してるのは、なんか仲良さそうな写真を撮ることなんですけど。え、博多の香りのやつめっちゃいいね、多いかも、チャーハンにしては、いつものチャーハンにしてはいいねが多い気がする。このさ、猫のパズドラで猫のあれした日が漏れてるんだよね、自分的に。
そう、なんかでもこれはなんか同期に限らずなの。なんか先輩とも仲良さそうに写真撮りたいから。そうなの、ベアちゃん。いやー、もうレアちゃんの感じって難しいからあんまり出てこないんだよね。レアちゃんツーショットなくない？そう、でもまあなんか良さそうな写真を撮りたいのです。そう、そうそうそう。昨日前髪綺麗だった割と。まあね、そうそうそう、まあそうなの。まあ私はなんか仲良さそうな写真を撮りたいから腕を組むってことを、腕を組むってことをね、腕を組むってことを私は最近をやってみたりしています。腕を組むと仲良さそうに見えるかなって思って腕組んでみてます。まあね、大事やん、なんかそういうのも。仲良さそうに見える仲良さそうに見えるように、あとは積極的に人と写真を撮りましょう。どうやったらさ、腕組むとね、あとね、多分ねガチガチに顔をね決めすぎるのが良くないんだと思う。そう、ガチガチに顔決めすぎると、あ、ちょっと仲良くなさそうだなって感じじゃない？なんかどっちかが歩み寄らないといけない気がするから、頑張りますということで終わってみます。13位マー君さん、ありがとうございます。12位ハッピーさん、ありがとうございます。11位なっちゃんさん、ありがとうございます。10位ワンタンメンさん、ありがとうございます。9位赤いグリフォンさん、ありがとうございます。8位グフさん、ありがとうございます。7位ステックさん、ありがとうございます。6位ただの魚さん、ありがとうございます。5位ちゃんとくさん、ありがとうございます。4位ルルルンさん、ありがとうございます。3位ミルングルゲさん、ありがとうございます。2位ポンポン丸さん、ありがとうございます。1位葵ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はじゃあたくさん写真を撮ってきてみます。ピースストック、あ、そう、今日は長崎のピースストックなんでお願いします。そして朝はお昼にパジャドラして、お夜はリノさんの生誕祭です。ありがとうございました。え、なんか、あ、まあ、ちょっともういいや。ありがとうございました。じゃあね。あら？
ちょっと待って、ありがとうございました。